FC 東京の武藤はあと1ゴールで J1 の新人最多得点記録に並びます。スタンドには日本代表アギーレ監督の姿も。試合は前半19分、グランパスの右サイドバック矢野がオーバーラップしてクロス。このボールを FC 東京森重がオウンゴール。ここまでシュートゼロのグランパスが思わぬ形で先制します。 FC 東京は直後の21分、左サイド太田のクロスにエドゥ。日本代表太田が正確なクロスでゴールをアシスト、1対1とします。追いつかれたグランパスは29分のフリーキック、合わせたのはトゥーリオ。高さで勝ったトゥーリオの今シーズン7得点目でグランパスが再びリードを奪います。迎えた後半31分、武藤がドリブル、ペナルティーエリア内に持ち込みシュート。これが新人最多得点記録に並ぶ13ゴール目。武藤の執念のゴールで FC 東京が勝ち点1を手にしました。